はい、じゃあ12話の続きです。12話は常に、この図に、行くんでしたね。スペインのカルロス1世、その息子がフェリペ、2世です。フェリペ2世は太陽の沈まぬ帝国と言われる大帝国を築くに至ります。しかし、オランダ独立によって、フェリペ2世、の時代のスペインはつまずきを見せるということです。で、フェリペ2世にエリザベス1世ですねが勝利をすることになります。で、イギリスは前後にチューダー朝やスチュアート朝の王様があります。そしてですね、これの同一人物として神聖ローマ帝国のカール5世がいて、このカール5世の後30年戦争を経験するに至ります。そして、このドイツに関して言えば30年戦争の後プロイセン、オーストリアという2カ国がその神聖ローマ帝国の中から薩摩長州のように現れて、いつしかドイツの主役になっていくということです。プロイセンの王様がフリードリヒ・ヴィルヘルム1世、そして、フリードリヒ2世です、軍隊王大王です。そして、オーストリアはマリア・テレジア、そしてヨーゼフ2世です。で、このフリードリヒ2世とマリア・テレジアがオーストリア継承戦争、これが第1ラウンドですね。そしてそのリベンジマッチである7年戦争、7年戦争、この2つの戦争をこの2人がやることになります。プロイセンとオーストリア、プロイセンは2人、オーストリアが2人、そしてフリードリヒ2世とマリア・テレジアはライバルで2回戦争を行っています。じゃあスペインと神聖ローマ帝国の間のフランスですね。これがフランソワ1世です。はい、神聖ローマのカール5世とイタリア戦争を戦っています。ですね。で、フランソワ1世からしばらく経つとちびっこ王様のシャルル9世、しかしこのシャルル9世は内乱である、宗教戦争で内乱であるユグノー戦争をうまく収めることができませんでした。なのでシャルル9世以降ブルボン朝が立って、アンリ4世がユグノー戦争を終わらせるんでしたね。その後アンリ4世、ルイ13世、ルイ、14世、はい、ルイ14世は何をやるかというと、ハプスブルク家が断絶をしてしまう、スペインのハプスブルク家が断絶してしまうので、ルイ14世は自分の孫を スペインの王様にねじ込むんでしたね。これでスペイン継承戦争が起きます。さあ今日はですね、どこをやるかというと、イギリス、イギリス、スペイン、フランス、神聖ローマときて、今日はここに当たる国、ここに当たる国、ドイツよりもさらに、東の国です。それはロシア、
いよいよロシアが大国としての道を駆け上がって、動き出しますので、しっかり、見ていきましょう。はい、じゃあ12話のロシアの歴史について、話していきましょう。ロシアというのは東のね、動物に例えると熊と言われています。東方の熊、それも大きいね、巨熊、巨雄とでも言うんでしょうか。そのように言われる国です。なのでね、いよいよ東の方ででかいヒグマのようなクマがね、ヨーロッパに、襲いかかってくる、あるいはアジアに襲いかかってくる、その様子を見ていただきたいなと思いますが、ロシアの歴史っていうのは教科書で見てもバラバラに出てきます。何話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 っていうふうに出てきますので、今回はそれをバーッとつないで、見たいなと思いますので、まずは12話のロシアの話より先に、9話10話あたりの話から進んでいきたいと思います。まずね、ロシアに国家を築いたのはリューリクという人が、その最初ですね。このリューリクさんは何話で出てきたかというと9話の中で出てきたと思いますので、この辺りは9話や10話の話ですね。リューリクが、ちょっと言いにくい名前ですね、ノブゴロドっていう国を作ったんですね。このノブゴロド国に、スラブ人、がどん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 入り込んで混じっていくわけですね。混血が進むわけです。そうするとこのノブゴロド国はいつしかキエフ公国と言われるようになります。リューリクのノブゴロド国は何かというとノルマン系ですね、バイキング系の国だったのに、キエフ公国はスラブ系の国です。だからこの間で、スラブ化っていうのが進んでいくわけですね。で、キエフ公国どんな国かというと、知ってる人物はね、一人いるはずです。ウラジミール一世という人ですね。この人がギリシャ正教に改宗したことから、ロシアは正教系ですね。なので、カトリックと、もう一つのですね、いつかというと、レオン三世が聖像禁止令を出し、ね、コンスタンティノープル、ビザンツ帝国で信仰されていた正教系の国家になっていくということです。しかしそのキエフ公国もこのバトゥっていう人がキプチャク汗国というのを作ります。バトゥって知ってます？それはチンギス・ハンの孫です。なので、このバトゥのキプチャク汗国の話は第7話です。はい、ロシアがずっと歴史をたどっていくと、ここでアジア系のモンゴル人に一時の間支配されますが、その後モスクワ大公国ですね、これはロシア系スラブ系の民族ですので、アジア人にね、モンゴル人に一時期支配されて、その支配を抜け出したのがモスクワ大公国ということになります。バトゥのキプチャク汗国はだからモンゴル系、そしてモスクワ大公国でスラブ系に戻りますよっていうことです。
そしたらですね、12話はこのモスクワ大公国から話を進めていきたいと思います。はい、モスクワ大公国はイヴァン3世とイヴァン4世の2人です。キプチャク汗国から自立し、モスクワ大公国を、ね、打ち立てた、樹立したのがイヴァン3世です。でイヴァン3世さんが、私は皇帝様だぞと、ロシアの皇帝だぞっていうこの皇帝を、ね、皇帝のことをカエサルですね、昔のローマ帝国のカエサルのような存在で、私はカエサルであると、シーザーであると、そのように、イヴァン三世は言ったわけですね。まあ、もっともローマ帝国でも皇帝のことをカエサル以降はカエサルって言ってたんですけれども、そのカエサルのようなシーザーのような存在、これをロシア語にしこう読みしたらツァーリと言います。カエサルのこれをサとかスっていうような発音をするので、ロシア皇帝の呼称として、名前として、ツァーリを自称ですね。これはロシア皇帝の皇帝をこう呼ぶようになります。ツァーリですね。イヴァン三世もイヴァン四世もツァーリ、そして、例えばこれから先出てくるピョートル一世であれ、エカチェリーナ二世であれ、そのエリゴニコライ例えば一世とか二世とかも民衆からツァーリ様と言われ、私もロシアのツァーリだっていうようになります。そのツァーリを正式に用いたのがこのイヴァン4世ですね。これで、みんな国民のみんながツァーリ様っていうようになるんですが、このイヴァン4世の時にシベリアですね、ウラル山脈という山脈を越えた、ロシアがあったら、ウラル山脈を越えて、アジア側のロシアのことを、まあ、シベリアと言いますが、シベリアの領有ですね。はい、こちらの方シベリアに、いた民族としてコサックダンスで知られるコサックがいますが、コサックのリーダーの、エルマークっていう人に、その支配の権利を、まあ、領地を領域を
もらってですね、このイヴァン4世はモスクワ大公国をこうぐっと拡大させるわけですね、が協力ということです。はい、でこのイヴァン4世ね、言っときたいのがね、イヴァン4世のあだ名はイヴァン雷帝ですね、雷の皇帝、と言います。で、このイヴァン4世が作らせた教会で、ワシーリー聖堂というね、美しい教会があるんですけれども、その教会を作らせてね、例えば私のために立派な教会を作ってくれってイヴァン4世が言って、まあ、その設計をね任された人はね、あイヴァン4世ツァーリ様のためにね美しい教会を作ろうって言って、すごく美しい教会を作ったんだね。しかしこのイヴァン4世っていう人はね、おお美しい教会ができたな、お前素晴らしいじゃないかね、設計した人は、はありがとうございます、ツァーリ様に一生懸命ね、作りました、よしお前の目を潰そう、そのイヴァン4世のために美しい教会を作った人は目をね潰されてしまったと言われています。なぜなら、こんな美しい教会を作るお前が他の王様のために、他の王様のもとに行ったら、その王様のためにも美しい教会を作るだろうと、ね、こんな美しい教会はわしだけのもんだ、お前はもう二度と教会を作ってはならぬ、だから目を潰そう、ね、怖いイヴァン4世ですね。その教会とイヴァン4世、怖い恐ろしい顔はお手元の資料集などにあると思いますので、しっかり見るといいと思います。ビデオを一旦止めて探しましょう。はい、じゃあモスクワ大公国の次は、これが実際問題、ロシア、いわゆるロシア帝国を作ることになるロマノフ朝という王朝です。はい、以後日露戦争なんかで、日本と戦うことになります。このロマノフ朝はその名もミハイル・ロマノフという人が建国した王朝です。はじめね、大規模な農民反乱のある、ミハイル・ロマノフの後なんですが、この間に、農民反乱ですね、ステンカ・ラージの反乱、農民による反乱が起きるんですけれども、これを鎮圧し、最初 その足場をね、固めます、基礎を固めます。そして、このロマノフ朝を一躍ヨーロッパの強い国にのし上げたのがピョートル1世、その名も大帝です。この大帝がロシアを強くするわけですね。絶対王政の確立した人物です。大帝というからではにはですね、この人物なんですけれども、
こういった人物なんですけれども、大抵ですね、こういった人なんですが、その名も大抵でしょ、あのピョートル大抵ですもんね、でかいんですよ。私の身長がこれぐらいあったらですね、ピョートルはですね、この先ぐらいですね、ここぐらいですね、見えませんか、見えませんね、ピョートル大帝は身長がなんと2メートルを超えていたというから驚きですね、こういうことです、はい、ここに顔があって胴体があるわけですね。私のこの辺に多分、ピョートルの腰があったと思います。もう大きい、その身長で、そうですね、もう世界の中では、世界史の中ではナンバーワンだったんじゃないですかね。この辺に顔です。そしたらですね、このでかいピョートル、やったこともなかなかね、大きいことをやっています。で、ピョートルね、一世はこう考えますね。ロシアというのは今までの歴史の中ではあんまり顔を出すことがなかったね、ロシアがまだ強くない、ヨーロッパでは田舎だと思われているのは、西欧化、ヨーロッパ化が遅れているからだというふうに、主張するわけです。ロシアが田舎だと思われているのは西欧化が十分ではないから、西ヨーロッパに追いつけ追い越せで強くなることで、ロシアは強い国の仲間入りができるのだ、一刻も早くヨーロッパに追いつきたい、西欧に追いつきたいっていうことで、このピョートル一世は、西ヨーロッパを旅して、いろんな工場やいろんなその、西欧化ですね、技術を学んでいったわけですね。で、このピョートルね、私好きなことが あってですね、じゃあ西ヨーロッパに行って、西ヨーロッパに追いつけ追い越せ、っていうことで西ヨーロッパに行っていろんな工場とかを見て回るんですけれども、この人自身オランダの造船所、船を作るその工場に行って親方に弟子入りまでして、もちろんロシア皇帝という身分は隠してですよ、トンテンカンテン自分でハンマーを振るうことで、その技術を習得しようとしたらしいです。なんか王様なのにね、皇帝様なのにすごいじゃないですかね、そういう下々のものに混じって自分の手で技術を身につけるっていうその感じが、このピョートル一世、私好きなところですね、ただピョートル一世ですね、ほら言いましたでしょう、身長が何しろ2メートルだから、目立ってしょうがないわけですよね、その工場でバレバレだったらしくてね、なあ今度入ってきたあの弟子ね、あの若い弟子ね、ロシア皇帝らしいよ、へえ、ロシア皇帝なんでこんな工場に、いやいや、なんか技術学びに来るらしいよ、へえっていうことでバレバレだった、そうです。ただロシア皇帝でありながら、自ら弟子入りをして、自分の手で技術を身につけようとしたっていうその姿勢は高く評価できるじゃないですか、ね、はい、次にですね、この前のモスクワ大公国の時に手に入れたシベリアですね、シベリア経営に力を入れます。
そしたらですね、シベリア経営に力を入れれば入れるほど、シベリアの南に広がる広大な国ですね、それは中国ですね、秦なんですが、この秦とシベリアの開発を頑張れば頑張るほど秦と利害が対立しますので、ここは一つ線を引いておこうと、中国との国境をきちんと決めておこうということで、はい、秦と、ネルチンスク条約ですね、この秦の皇帝は圧倒規定ですね。はい、ね、ピョートル一世と皇帝ね、いいコラボですね、有名人同士のコラボだということです。そして、北方ですね、新しい都としてペテルブルクを建設します。今もサンクトペテルブルクという町の名前になっています。スウェーデン王と争ってですね、ここら辺は地図をちょっと見てほしいと思います。手近な資料集の地図を見てほしいと思いますが、その新しい都ですね、ペテルブルクっていうのを作ります。そうですね、バルト海の、その入り口というか出口にあたるもので、ペテルっていうのはペテロですね、キリストの弟子の一人であるペテロの名前を取っていますが、このペテロっていうのはこのピョートルの名前の元にもなっていますので、ピョートルさんは新しい都にペテロの都とピョートルの都っていう、そのダブルの意味を持たせてね、私が作った都だ、私の名前をの元となったペテロ様の都だっていうようなダブルミーニングですね、2つの意味をここに持たせてあります。まあ、ピョートルの都だ、俺の都だっていうようなイメージです。次はエカチェリーナ2世ですね。はい、エカチェリーナは英語読みするとキャサリンになって、フランス語読みかなになると、スペイン語読みかな、にするとカトリーヌになります。だからこの人女性なんですよね。女の人が皇帝様うーんって思う人も多かったんだと思います。しかもエカチェリーナ2世自身はドイツ人で、エカチェリーナ2世は夫ピョートル3世に嫁ぐためにドイツからやってきて、ね、
しかし、エカチェリーナ2世というのは非常に魅力ある女性でですね、愛人がなんと200人いたと言われています、ね、200人の人と浮気をしてたんですね、でその愛人の一人によその国からやってきてですよ、愛人の一人にこの夫のピョートル3世を毒殺させて暗殺させて自分が皇帝になったというような話、噂話を持っている人でね、だから国民はね、なんか不審だねと、女性が皇帝になるし、夫をなんか殺したかもしれないらしいよ、ひそひそ噂をするわけですね。しかしエカチェリーナ2世は非常に魅力ある女性で国民の人気はめちゃくちゃ高かったわけです。皇帝になった時もね、分かりましたと、ね、皇帝になった暁には3日未満、どんちゃん騒ぎやりましょうということで、国中のお酒の樽をですね全部開けてですね、私のお金で、ね、国家のお金でみんな騒飲めや歌えやって言って3日未満大騒ぎをさせたそうですね。これでガチェリーナはね、いい人らしいぞって国民に思わせたそうです、その愛人が200人いるっていうのもこの人が非常に魅力ある存在であったっていうことが分かると思います。頭も切れるしですね、その文学の才能もあるし、まあ、戦争の才能もあるし非常に能力が高いこの主権国家12話のキラキラ光る星の中の一つだと思ってください。エカチェリーナ2世非常に魅力ある人だったそうです。エカチェリーナ2世は啓蒙先制君主の代表だったらしいですね、であると啓蒙先制君主であると、それは啓蒙先制君主って何かっていうと、王様自身が学問の良さを知ってしまったために、例えば私の権力は神から与えられているから偉いんだっていうことがもはや使えない、勉強をすればするほど自分の存在、自分の在り方について神から与えられたものではなく権力がね、自分も一人のちっぽけな人間なんだっていうふうに王様自身が理解をしてしまったわけだ。で、王様は威張り続けるためには国民から実際問題尊敬されたり実際問題いい王様だって思われる必要があるんですよね、ということでエカチェリーナ2世自身は学問の良さを知ってしまったのでただ威張るんじゃなくて国民のために尽くすことで国民の尊敬を得たい、だから国民のために私は一生懸命頑張りますっていうような王様だったわけです。そして日本にラクスマンという人を派遣します。ウラル山脈があってシベリアですね、はい、ピョートル一世はシベリアの南にある秦と条約を結んで、国境を確定させましたね、だからピョートル1、で、今回のエカチェリーナ2は日本と、国同士のお付き合いをしようと、このお付き合いは日本は鎖国中でしたので、なかなかうまくいかないんですけども、だからこの前のことを考え合わせてみるとですね、イヴァン4世、ピョートル1世、エカチェリーナ2世とやはり、順調に東にロシアが拡大していくことが分かりますね、
で、エカチェリーナ2世ね、この啓蒙先生君主、私はただ偉そうぶらないで、国民のために尽くすことでみんなの尊敬を得たいですよっていう王様だったんですけれども、ただね、そう言ってるのに、プガチョフの乱っていう乱が起きてしまって、農民が反乱をして、私はこんだけね、いい政治をしようと思ったのに、あなたたちは飼い犬に手を噛まれるわけではないけども、よくしてやってるのに反乱を起こされてしまったから、もう私は啓蒙先生君主をやめて絶対主義ね、やっぱり私は偉いからあんた方従いなさいよっていうふうに方針を転換するわけです。プガチョフの乱の鎮圧後、エカチェリーナ2世の時にやったことがもう一つあります。これが歴史上は非常に重要です。その事件が「ポーランド分割」という事件です。はい、ポーランドという国があります、ね。ポーランド、世界地図などで確認してみ、れば分かるんですけれども、東にロシアが存在し、ポーランドの西にはドイツが存在します。ドイツとロシアの間ですよ。世界で一番陸軍が強いと言われている国と、世界で2番目ぐらいに陸軍が強いと言われている国に挟まれている国です。ね、ポーランドはだからこの運が悪いですね、こちらにロシア、こちらにドイツ、だから絶えずロシアとドイツに、侵略をされ、ていくっていう、国としては非常に、悲しい歴史を持っている、そういう国です。でね、この時もそう、ロシアとプロイセン、オーストリアですね、に挟まれる、こういう状況がありました。そしたらね、プロイセンとオーストリアとロシアで、もう不良のカツアゲみたいなもんですよ。おいポーランド、領地くれよ、俺もちょうだい、なんだよ俺もくれよ、ね、そのように俺もくれよ、なんだ俺もくれよ、俺もくれよ、そして3度の交渉の末、ポーランドっていう国がロシアとオーストリアとプロイセンに完全に分割されて、ポーランド自体が地図から消えてしまった。これがポーランド分割です。ポーランドの人たちにとってはね、非常に屈辱的だったでしょうね。いきます。
プロイセンのフリードリヒ2世運が悪いことにプロイセン、オーストリア、ロシアこの3カ国の王様も歴史に名を残すほど能力の高い王様だこの3人が結んでね、不良のカツアゲのようによーポーランドお前のね、国をもらうぜって言ったらもうポーランドももうね反対はできない逆らえなかったんですよね、なのではい。ポーランドを分割し、ポーランドは、消滅してしまいます。もちろんですね、ポーランドの方も、黙ってポーランド人たちも黙ってこれを受け入れるわけではありません、ポーランドのですね、コシューシコという人物が分割に抵抗はするものの失敗をしてしまいます。はい、このようになっています。で、もう一つね、押さえておいてほしいのがですね、フリードリヒ2世、ヨーゼフ2世、エカチェリーナ2世、この3人が、書きましょうね。この3人が、啓蒙先制君主の代表的啓蒙先制君主で、あります、これは押さえておいて、いいと思います。それではですね、これで第12話の流れは終わりです。あともう一回、植民地支配、ですね、どのように、世界をヨーロッパ諸国が進出していったかっていうことをやるんですが、それと文化をやるんですが、流れとしてはこの回で、終わりですので、流れを追っていきたいと思います。で王様の名前をバンバン変えていきますので、何をやった王様かっていうのは一つ一つのノートなどを振り返ってみてください、王様の名前ね、12話でやった王様の名前をどんどん書いていきます。もうちょっとこっち側にやりましょうか。まず重要なのがスペイン、カルロス1世と
神聖ローマのカール5世、これが同一人物であるということですね。そしてその間に挟まれるフランスのフランソワ1世です。で、このカール5世とフランソワ1世はイタリア戦争という戦争を戦っているということですね。はい、どっちからいきましょうか。いつもの流れで、やってみますか。するとカルロス1世からその息子フェリペ2世ですね。この時に、スペインは巨大な帝国を築き上げる、太陽の沈まぬ帝国を築き上げるんですが、ただオランダの独立には悩まされるんでしたね。で、オランダの独立、例えばユトレヒト同盟とか、オランニエ公ウィレムとかの話を思い出してください。で、フェリペ2世と海戦、アルマダ海戦で戦ったのがイギリスのエリザベス1世でしたね。で、このエリザベス1世の前がチューダー朝という王朝です。ヘンリー8世、エドワード6世、そして、メアリー1世ですね。はい、でエリザベス1世に子供がいませんので、その次からは王朝が変わってスチュアート朝という 王朝になります。これがジェームズ1世、チャールズ1世ですね。チャールズ1世はスコットランドの反乱を鎮圧するために議会を開いたり解散させたりっていうことで、ちぐはぐなその議会運営をすることによって国民の反感を買って後に、首をちょん切られるっていうことになりますね。で、チャールズ1世の首がちょん切られた後はクロムウェルという人が共和制、王様がいない、イギリスにとって王様がいないのはこのクロムウェルだけ、です。で、このあとスチュアート朝の王様が戻ってきます。チャールズ2世ですね。そしてジェームズ2世。で、どうしてもやっぱり王様たちが独裁的に、なってしまうので、ジェームズ2世の後国民はね、そのジェームズ2世を追い出して、新しい王様を迎えようと、僕たちの意見を聞いてくれる新しい王様を迎えようと、これがウィリアム3世とメアリー2世の夫婦です。この波線のことを名誉革命と言いますね。そして、アンです。アンちゃんです。アンの時にイギリスはスコットランド、イングランドとスコットランドが合併してグレートブリテン王国を作ります。そして、ハノーバー朝ですね、やっぱり王様が独裁をしないためにはどうしたらいいか、外国から王を、ね、迎えればいいんだ。そして、ジョージ1世が王位につきます。テューダー朝、スチュアート朝、そしてスチュアート朝で、ハノーバー朝ですね、というふうになります。はい、続いてじゃあ真ん中の列いきましょうか。フランスです。フランスは1世の後しばらく経った時に、シャルル9世という王様が王位につきますが、これがちびっ子でしたね、わずか10歳です。で、このシャルル9世の時に、ユグノー戦争という内乱が起こって、シャルル9世の母ちゃんがユグノー戦争にまたね、火をつけて、さらに燃え広がらせてしまうわけですね。なので、このシャルル9世の代ではこのユグノー戦争を終わらせることはできずに、アンリ4世、そしてルイ13世、ルイ13
14世らのブルボン朝が立つことで、ユグノー戦争は終結を見るわけですね。これがバロア朝ですね。で、ブルボン朝。そして、このフェリペ2世の後、ハプスブルク家は断絶したので、ルイ14世がフェリペ5世という自分の孫をスペイン王にねじ込んで、戦争が起きます。これがスペイン継承戦争ですね。で、12話はルイ15世までです。はい、じゃあ次ドイツの列をやりましょうか。カール5世の後ですね、しばらく経ってドイツは30年戦争という戦争を経験します。これがどういった戦争かというと、国内のプロテスタントとカトリックがそれぞれがね、争うわけですね。ちっちゃい国々同士がどっちかの陣営について争う。その争いがなかなか決着がつかないので、よその国までこの戦争に巻き込んで、大戦争に発展する、30年もね、戦争を繰り広げているのがこの30年戦争です。さあ、この30年戦争でこのドイツはの国は荒れに荒れたんですけれども、この神聖ローマ帝国の中から2つの国が今度は、主役として躍り出ます。これが、プロイセンですね。赤で書いちゃった。プロイセン、そしてオーストリアの2カ国が30年戦争でぐちゃぐちゃになった神聖ローマ帝国の中から強い大名として成長していきます。このプロイセンがフリードリヒ・ウィルヘルム1世ですね。軍隊王と言われました。フリードリヒ2世大王ですね。そしてオーストリアはマリア・テレジア、そしてヨーゼフ2世です。このフリードリヒ2世とマリア・テレジアの戦争が第1回戦、オーストリア継承戦争、戦争を省略します。そして7年戦争の2回戦争を起こしています。さあ、じゃあここまで見てきて、一番こちら、ロシア行きますよ。ロシアは昔リューリクさんがノブゴロド、昔の話はノブゴロド国、キエフ公国ですね。そして、キプチャク、ハン国などがありの、モスクワ大公国ですね。がありのモスクワ大公国のイヴァン3世やイヴァン4世ですね。ノブゴロド国やキプチャクハン国を作った人はっていうのはもうやぼったいので聞かないです。で、モスクワ大公国からローマノフ朝、ミハイル・ロマノフです。そしてピョートル一世、エカチェリーナ2世ですね。で、ここで、こちら側と接点があります。フリードリヒ2世とヨーゼフ2世とエカチェリーナ2世の間で、行われたのが先ほど言った不良のカツアゲですね。ポーランド分割です。はい、このようになっています。
なのでね、勉強の方法としてはまず12話のお話をみんな聞いてもらったわけですから、12話のこの図を割と大きい紙に余裕を持って書いて、その一覧の中からシャルル9世は何だったかなって、ユグノー戦争ですね、アンリ4世はなんとか俺、ルイ14世はベルサイユ、ピョートル1世は例えばネルチンスク条約のように白い位置で書いたことを、まあ、割と広げて書いて、短期議会、長期議会、アルマダ大戦などをどん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 書き加えていって、この図を充実させていくような勉強法が12話はいいと思います。12話の流れはここまでです。